はい、こんにちは。新型コロナワクチンの第1回目の接種を受けてきましたというお話をしたいと思います。私はイスラエルに住んでいるんですが、イスラエルは早い段階からワクチン接種を始めていました。アメリカのファイザー社のワクチン接種を去年の12月20日から開始しています。ファイザー社のワクチンは2回接種を受ける必要があるのですが、イスラエルの人口は約900万人なんですが、その3割にあたる約300万人が1回目の接種を終え、その300万人のうち100万人以上が2回目も接種を済ませています。1日15万人ペースで接種しているようです。そして3月中旬までに500万人が接種を終える予定ということですね。で、受けた感想なんですけれども、筋肉注射だから痛いとか副作用があるという話を聞いていたのですが、まあ普通の注射とあまり変わらない感じでしたね。特に痛いという感じはありませんでした。で、ニュース映像とかで見るとすごく痛そうな顔をして接種を受けている人の映像が流れてくるんですが、あれは誇張しすぎかなと思います。あとは、まあ、私に関してということですが、発熱とか倦怠感とかの副作用はありませんでした。で、私の場合、ショッピングセンターの特設会場みたいな場所で受けてきたんですが、あらかじめ予約して、会場到着後も整理番号順に入場したりして、とっても落ち着いた感じの会場でした。で、並んでごった返してるということもありませんでした。で、雰囲気も良くて、接種を担当してくれた女性も優しくて、あなたのイヤリングとっても素敵ねとか言ってくれて、リラックスさせてくれたのも良かったです。ただ、知り合いの人の話では、お腹が痛くなったりとかだるくなったりとか微熱が出たりっていう人もいて、やっぱり人それぞれの体質によるという感じですね。2度目の方は痛かったとか、2度目は全然痛くなかったとか、本当に人によって異なりますね。で、私は2回目ではどうなるかちょっと不安ではあります。なおですね、重篤な副作用があるという報告はないそうです。で、私は1月の19日に受けたんですが、今のところは全然元気です。1回目を受けてから3週間で2回目を受けることになっているので、来週ですね、2回目を受けてきます。1回目の接種から3週間後に2回目の接種ということなので、また状況をアップしていきたいと思います。もしご興味のある方はチャンネル登録してくださいね。相変わらずもちろんマスク生活、常に手洗い、うがい、消毒のアルコールは手放せないという生活ですね。ただですね、スーパーや薬局は開いているし、飲食店やショッピングセンターのお店は閉まっていますが、デリバリーでね、ピザとかハンバーガーとか食べ物を届けてもらえるし、ネットでいろいろ買い物もできるし、生活にそんな不便な感じはしないという感じです。で、ワクチンで感染は防げるのかということなんですが、イスラエルの人口は約900万人なんですね。で、500万回分のワクチンが納入されたとのことです。で、今現在約100万人が2回目の接種を終えているということらしいです。ただ、ワクチンがコロナの発症だけではなくて感染を防ぐかどうかの判断はまだ出ていないそうです。つまりワクチンを打ったからといって他の人に感染させないのかというのはまだわからないということですね。なので、ワクチンを打っていない人もいっぱいいるので、ワクチンを打った人でも他の人との距離を保ったりマスクをつけたりっていうのは従来通り守る必要があります。ソーシャルディスタンス生活、マスク生活はまだまだ続くっていう感じですね。で、2回目の接種が終わったらワクチン終了パーティーで集まろうなんてジョークを言う人もいるんですけれども、まだまだそういう感じではないですね。イスラエルでは世界最速ペースでワクチンの接種が進んでいるわけですが、今人口あたりの接種数が世界で1位なんですね。で、3月末までには16歳以上の全ての国民に対する接種を終える予定だそうです。で、なぜそんなに最速なのかというと、いくつかの理由があります。で、一つ目の理由としては保険制度があるんですね。で、イスラエルでは健康保険への加入が義務付けられています。4つの健康保険があるんですが、クラリット、マカビ、メウハドット、
レウミットっていうのがあります。で、国民はその4つの健康保険のどれかに入らなければならないんです。そこは日本の健康保険組合に似てるかもしれないですね。で、健康保険で割り当てられている個人番号を使って医療システムを集約して管理してるんです。例えばこれまでにかかった病気、処方された薬、投与されたワクチン、アレルギーとか全ての記録がデータベースに管理されているんですね。今回のワクチン接種でもこの保険制度がうまく機能しています。接種する場所は病院とか診療所だけではなくて、例えばショッピングセンターの一角とか、私も行ってきました、体育館なんかのスポーツ施設での接種もやっています。ドライブスルーの会場もあるそうです。すごいですね。で、なぜそんなに最速なのかの2つ目の理由としては、 IT 技術を駆使したデジタル管理の充実っていうのがありますね。イスラエルはハイテク分野がかなり進化しているんですが、医療保険制度にも IT を取り入れていて、デジタルヘルスが充実しています。病歴とかの個人情報を IT で一元管理しているんですね。そのデータを使って高齢者や基礎疾患のある人とかリスクの高い人から順番に接種ができるようになっているんですね。で、対象とされる人には携帯電話のメッセージで直接連絡が来るんですね。接種の日時や会場のメッセージが来て、専用のアプリに登録して接種するという仕組みになっています。そしてですね、ワクチンっていうのは作ったその日に使わなければならないらしいです。次の日に持ち越せないっていうことですね。なので夜の時点で余ってしまったワクチンっていうのは捨てるしかないんですね。でもそれはもったいないっていうことで、万が一予定していた人が来なくてそのワクチンが余ってしまった場合、次の順番の人に自動的にお知らせが来たり、ワクチンが余ってます、来れる人来てくださいみたいな情報がスマホに流れてきたりとか、 IT を駆使したオペレーションをしていて、これは効率的ですごくいいなと思います。また一部報道では、他の国より高い値段で契約を結んで早期の経済再開を急いだという情報もありました。で、イスラエル側がワクチンの接種状況とか副作用とかのデータを公開する代わりに、ファイザー側もワクチンを提供するみたいな流れもあったみたいです。で、まあ、こういった情報はですね、ファイザー社にとっても重要な情報なので、イスラエルにワクチンを提供した方がいいということらしいです。まあ、ある意味実験台になっている的なところはありますね。で、新型コロナワクチン2回目接種後の陽性反応というのは 0.01% らしいです。ファイザー社のワクチンは2回接種を受ける必要があるんですが、ワクチンの接種を2回受けた人の中でコロナの陽性反応が出た人は 0.01% にとどまったということなんですね。イスラエルではすでに3回ロックダウンをしているんですが、もうロックダウンしすぎもういいって感じなんですけれども、今のような感染者の大幅な減少は初期のロックダウンでは見られなかったということなんですね。テルアビブ大学ワイズマン科学研究所イスラエル工科大学の研究者たちによると、感染の縮小がロックダウンの効果によるものではなくて、ワクチンが要因になっている可能性もあるのか明らかにしようとしているようです。感染縮小はロックダウンのおかげなのか、それともワクチンのおかげなのかということなんですが、ワクチンが功を奏して感染がどんどん縮小されていくことを期待しますね。で、イスラエルでは当初の予定では1月の末にロックダウンが解除されるはずだったんですが、1週間延期されて未だにロックダウン中です。ロックダウンは未だに続いてます。そして外出制限結構厳しいです。警察が道路の主要なポイントにいて、抜き打ち検問で外出の目的を聞かれたりすることもあるようです。病院とか仕事とか食料品の買い出しとか、きちんとした目的がないと罰金なんかが課されるらしいです。イスラエル国内の外出制限だけでなく、空港でも入国制限、出国制限されています。最初は高齢者や持病がある人、医療関係の人から優先して接種して、徐々に若い人たちも受けているような状況です。1月の最終週から10代若者のワクチン接種も始まりました。変異株というのもあるので、
なかなか安心してはいられないですね。1回目の接種から3週間後に2回目の接種ということなので、また状況をアップしたいと思います。もしご興味のある方はチャンネル登録してくださいね。それでは皆様、十分気をつけてお過ごしください。ではまた。